アイオイシで行われたペーロン祭の際に設置された仮設便所。屋根は光を透過する素材。側板や扉は波板状として強度を確保しており、踏み台も兼ねた下部,部分はタンクとなっている全国花火競技大会前日の対局駅仮設便所はイベント会場や工事現場、災害避難所など、もともと便所がない場所、もしくは既存便所が不足する場所に、 一時的に設置される簡易式の便所。通常、屋根と扉を備えたボックス状の構造を取る。コンセプトからしてトイレハウスとも呼ばれる。仮設便所は下水道の上に直接設置されて、汚物を流下させるか、もしくは汚物を溜めるタンクなどを下に置いた、組取式便所として使用される。特に校舎では貯留される資料の処理の機能を備えて、おらず、 衛生面では常設のトイレに劣る傾向があるが、近年では脱臭剤や抗菌素材などの発達にも伴い衛生的で周期のこもらないものが主流となっている。設置場所の自由度やトラック等による輸送の簡便化を考慮し、多くは1ボックス単位で設置、輸送が可能になっており、設置場所での需要に合わせて複数個を並べて連結し、使用することもある。また、 ボックス側面は、繊維強化プラスチックのパネル組み立て構造もしくは、金属製の骨材に FRP パネルを貼り付ける構造として、軽量化、清掃の簡易化、全体の低重心化に留意している。従って、ドアも FRP 製の一枚ものであることが多く、歪みから土壌の立て付けが悪くなりがちである。日中のトイレ内細工については、窓を設置しにくいため、 屋根部分に光を透過するプラスチック素材を使って最高を確保しているものが多いが製品によっては側板の FRP にも外光を透過する白色系素材を使い壁面からも外光を得られるようにした例もあるかつての日本では仮設便所に避けがたいスペースの制約や取り扱いの簡便さから和式便器を階段上の床にはめ込んで代償療養に 対応させた列車便所型は式が多かったが、1990年代以降、一般での洋式便所普及に伴い、仮設便所でも洋式便器を設置するものが出現するようになっている。通常の陶器製汎用品の便器が使用された例、ある程度長い期間設置されるものでは、下水道などに直接適用水を流し込めることから、仮設上水道とも接続され、 便器も通常のメーカー汎用品の衛生等規制が使用され、給水方式もメーカー汎用品のロータンクやフラッシュバルブが使用され、一般の公衆便所のような水洗トイレとなっていることもあるが、上下水道の瓶がないところでは、専用のタンク式が利用されるのが一般的である。ただ、タンク式のものでも、タンク内に消臭剤入りの水が最初から蓄えられ、 ペダルを踏むと人力ポンプにより消臭剤入りの水が流れる簡易水洗トイレも見られ、便器も主に FRP 製の仮設トイレ専用品が使用される。タンク内に貯められた汚水は適時バキュームカーで回収を行うか、利用期間終了後にトイレと共に回収される。製品としてはスーパートイレやソーラートイレなどの名称が付けられている場合もあり、ことソーラートイレは 屋根部分に太陽光発電機能を持ち、内部に周期がこもらないよう換気扇を動作させるなどの工夫が見られ、機種によっては夜間の要弁に即して照明器具の電力もこの太陽光発電で賄われる。建設業者が自前の備品として保有する場合もあるが、一時的な設置、利用がほとんどであることから、レンタルなどの形で貸し出す業者も存在しており、建設機械や 建設機材のレンタル企業などが多く保有している。防災用途や地域イベント用の備品として地方自治体が保有している場合もある。平地があれば地面を掘らずとも設置できるため、費用節減のために運動場や公園などで仮設便所イニットを置いて繁盛節的な使い方をしている事例もある。日本において仮設便所と言える記録は古くは 徳川光友が家来に担がせていた移動式便所である。光友は外出先で便意が来た時、家臣に移動式便所の設置場所を指示したが、構造は折りたたみ式で屋根もあり、雨も考慮されていた。使用後は自ら石や土をかぶせた。作らせた理由に関しては他人の便所を使うのをお気にしてのこととされ、衛生面による。日本において仮設トイレを初めて企画。 製造したのは、日野工業である。現代において、仮設便所、製造を販売している国内の会社としては、日野工業、浜熱等が挙げられる。ありがとうございます。